カリア時期測定所は、兵庫県淡路市に所在する、海上自衛隊呉地方大阪神基地大霊下の時期測定所である。時期測定所とは、総海大軍のための施設である。海上自衛隊の掃海艇は、時期進化を備えた機雷に対抗するため木造内し FRP の船体であり、船内の配管も、製道やアルミニウムを使用するなど、 磁気が発生しないよう配慮されている。しかし、時間が経つにつれ、地磁気の影響により、停滞が自然に磁気を帯びてくる。そのため、特に掃海作業を開始する前には、磁気振行嫌いの可応を防ぐため、船体の生じを行う必要がある。磁気測定書では、掃海艦艇船体のどの部位にどの程度の磁力を帯びているかを測定し、 その部分の障子を行うための施設である。水深の浅い海底にセンサーを等間隔に並べ、そこに爽快鑑定を一定の速度で何度か通過させ、センサーが感知した時期を測定装置により解析し、船体の時期を帯びた部位とその強度が測定される仕組みになっている。障子作業は鑑定乗組員が行う。カリ谷時期測定所は1955年12月に、 海上自衛隊初の次期測定所として解所された。1989年には世界最高の測定性能を持つ測定装置が導入され、世界最高と評される海上自衛隊の総会部隊の支援を行っている。次期測定所は全国に2カ所あり、もう1カ所は佐世保時期測定所である。ありがとうございます。